古賀行人君。 立憲民主社民の小賀幸人です岸田文雄総理の所信表明に対し会派を代表して総理に質問いたしますまず総理にお聞きします昨夜山田太郎文部科学大臣政務官兼復興大臣政務官が辞任されました施策目標に青少年健全育成を掲げる文科大臣政務官が突然の辞任に至ったことは 大変残念であります昨日我が会派の田辺幹事長が、岸田内閣における副大臣政務官の人事等についてお尋ねした際、答弁の中に、総理は本人の人格、識見を踏まえ、適材適所の考え方で行っているとおっしゃいました。適材適所であると評したばかりの政務官の一人が、早々に辞任したことに、総理の任命責任は重いと考えますが、 この点についてご説明を願います。<music> 冬は長い、生活はつらい、パンは高い、ベルディ作曲のオペラ、ドン・カルロの一節です。舞台は16世紀のスペイン、500年前の話ですが、この一節はまるで今の21世紀の庶民の声のようです。多くの国民は 1> 1円でも安いい店を探してて歩き回っています毎日毎日1円のために靴底をすり減らしているのですスーパーで安くなる時刻を待って自分が食べたいと思う品に割引のシールが貼られる瞬間を待っています東京で自炊している私もこのことが今に始まったことではないということは理解をしておりますただ物価高の実感は 政府が発表される数パーセントではありません卵はかつて物価の優等生とも言われましたが地元福岡のスーパーでは実個入り1パック300円以上が普通ですサンマのかば焼きの缶詰は100円前後で買えたものが普通に300円ぐらいします物価高の実感は数パーセントではなく物によっては2倍以上です イインボイス制度についてお聞きしますこのインボイス制度をめぐっては、そもそも税のスペシャリストである税理士会の皆様が反対を唱えた経緯をご存じと思います。今、中堅・中小・零細・個人事業主などに、今月にインボイスを導入する必要はあるのでしょうか。事務的な負担に加え、実質的な増税となりうるインボイス制度。総理は所信表明で、 国民の消費や投資状況は力強さに欠ける状況、足元の賃上げが物価上昇に追いついていませんと述べてらっしゃいます。岸田総理はなぜ、このタイミングでインボイス制度を行うのか、見解をお聞かせください。総理が所信表明で強調されていた、結果を示してきました、お示ししてきましたということについてお尋ねいたします。 おお示ししししたととっしゃる結果とは何でしょうか本来は政策を行ったことで、社会経済のどこがどの程度変わったのかを示すアウトカム、これが結果として認識されるのがごくごく一般的です。例えば、少子化対策でいえば、少子化対策に予算を講じるアウトプットによって、出生率が5年間で1.3から1.6に向上しましたというような、 アウトカムという具体的な時間と数字が公表されて、初めて結果と言えるのではないでしょうか。しかし、残念ながら政府のやっていることは、予算を講じたというアウトプットにとどまっています。異次元の予算を配ります、講じましたとおっしゃっていますが、それはアウトプットしたというだけです。私たちが知りたいのは、お金を配れば、 世の中がどう変わるかですそこがはっきりわからないまま異次元の予算を講じたことで満足してしまい決算重視の参議院としても何より国民の皆様がどういう世の中をイメージしてよいのでしょうか対応に困っていると思いますばらまきに終わらないためにもよりアウトカムを意識する必要があるのではないでしょうか 岸田総理にお尋ねします。少なくとも所信表明で述べられている政策のすべてについて、どんな世の中に変わるのか、いつまでにどう変わるのか、スケジュール、規模をご説明ください。それが少なくとも政府・与党の重大な役割と考えます。供給力の強化についてお尋ねします。 総理の所信表明にある供給力の強化は、ほぼ第二次産業、製造業をターゲットにした政策イメージに見えます。一方、現在の日本経済の多くの割合であるサービス業は、どうやって供給力を強化するのでしょうか。また、サービス業分野で、省力化投資の効果は限定的な分野も少なくないでしょう。その方法や政策をお示しください。 サービス業は人手不足から、まず賃上げをせざるを得ないのに、そこに価格転嫁できないから皆さん困っているのです。日本商工会議所の調査では、賃金を引き上げる主な理由で、価格転嫁が行えたことはおよそ1割にとどまり、原資の確保に課題を抱えながら、賃上げ傾向が継続とされています。 つまり、賃上げ、価格転嫁、利益向上、さらなる賃上げという望ましい環境、循環が生じていないのです。こういうデータがまさに今月、現在進行形として、日本商工会議所が発表しているのです。総理の供給力の強化は、特に中小のサービス業には当たらないと考えます。所信表明のままでよいのか、総理の答弁を求めます。 特にサービス業では価格転嫁には当然、質の高い人材の確保が必要です。人手不足倒産が続出しているのは価格転嫁が十分でないことが大きな要因です。先日の NHK でも多層下請け構造の産業では下請け、孫請け、さらにその先の零細、個人事業主まで賃金が行き渡らないと伝えていました。 ただ、岸田総理はいわゆる B2B、中堅・中小企業における企業間取引条件の適正化は、総裁選に立候補された際、車座で直接当事者から話を伺うなど、公約だったはずです。その視点が今回の所信表明には欠けております。事実先日あるテレビ番組でラーメン業界には 千円の壁があると特集ししていましたかつて豚骨ラーメンを作った経験から申し上げると、ラーメンのスープ、特に豚骨スープは、骨割りから完成まで最低でも10時間を超える長時間の強い火力など、エネルギーコストがかかります。当然、火力の調整や豚骨スープが途中で焦げないように、 巨大な寸胴を独自の道具で骨を混ぜることにも経験や労力が必要です。そこに見えない価格の壁があれば経営は苦しくなって当たり前です。ラーメン店は一杯打って手元に残るのは200円とも言われています。東京商工リサーチによればコロナ禍で倒産が相次いだ2020年のペースを上回り前年同期比、同期に比べ 実に3.5倍の倒産件数となっています豚骨ラーメン発祥の私の地元福岡県でもラーメン店の倒産が増えています即効性のある給付も検討実行すべきと考えます総理の見解を求めます岸田内閣の重点政策について伺います若者の経済暮らしについてお尋ねです 所信表明の中で、特に20歳代への政策が抜け落ちていませんか、多様な生き方を尊重している我が党は、20歳代にも選択肢の多い自由な人生を歩んでもらいたい、そのための中長期の対策は、他の世代の皆様にも大きな影響を与える、極めて重要な課題です。そそこで総理ももして議長の皆様も 昔のことで実感がなかなかわからないかもしれませんが、20歳代のリアルな人生を思い起こしてください。親、保護者の年収が国民平均の400万円台であるなら、仮に子どもが大学進学を希望し、卒業できたとしても、学費負担は相当厳しいはずです。学費の数百万円は保護者親か、 子もはや、子どもへの仕送り額はどんどん減っていって、一部の裕福な世帯の子ども以外は、大学入学後にアルバイトに専念しすぎて、学業がおろそかになる、社畜ならぬ罰、馬畜という言葉さえあります。これでは本人が何のために大学に行っているのか分かりませんし、 何とか卒業できたとしても、すぐに就職してお金を稼がなければなりません。この状況で結婚願望があったとしても、叶えることができるでしょうか。20歳代では、それまで保護者の影響から離れていきながら、自立の道を歩んでいきます。私たちは多様な生き方を尊重していますが、 世間では、いわゆるいい高校からいい大学、いい企業という昔ながらの価値観がいまだに変わっておりません。20歳代のうちに新しい会社を起こしたり、地域に貢献したり、親孝行したり、若いうちにしかできないことを自由に、夢中に取り組んでほしいのです。これは本人だけの問題だけではありません。親保護者の世代や おじいちゃまおばあちゃま、祖父母の世代も、子供さんやお孫さんの将来が気がかりで仕方がないのではないでしょうか。20歳代は単線型ライフスタイル社会から、もっと多様な価値観が生かされる、伏線型のライフスタイルが当たり前の社会になれば、一度や二度の失敗をしても、何度もやり直しが効くと思いますし、そのことが、 三十歳代以降にも影響を及ぼすことが期待されます総理が希望の大学になかなか入学できなかったと伺っております総理はその後も頑張られて総理大臣にまでなられたのですが一般の方々にとって必ずしもうまくいくものでもないでしょうもちろん大学進学がすべてではありません 中卒高卒から一度就職して子育てしながら改めて希望すれば大学に通うという選択肢があっても良いと思います。総理が提唱されるリカレント教育はまさにこうした若者の将来の支えになってもらいたいものです。20歳代の経済や暮らしに対する不安を取り除くには20歳代の賃金の大幅な上昇などの 若者向けの経済支援策が必要です例えば、賃金の大幅上昇以外で言えば、20歳代には家賃を一部、自治体によっては全額補助して、生活基盤を公的に支えることも考えられます。また、リカレント教育を受講したい人には、その費用を全額公費負担にすれば、キャリアアップを目指す人には朗報になるでしょう。 やり直しができるチャンスをしっかりと国がサポートしていくことに対して岸田総理のお考えを伺います広島県は製造業を中心に大量の外国人が働いています振り返ってみれば移民として全国で最も多い11万人が海外に渡ったのが広島県出身者ですちなみに私のふるさと福岡県は第5位です 日本から海外へ移民された方々がどんな苦労をされてきたのか、長年の外務大臣のご経験からも重々存じてらっしゃるはずです。つまり、日本に来る外国人も多くの苦労をされているのです。例えば、スーパーでは開店を前に朝から並ぶ外国人の姿があることをご存知でしょうか。前の日の売れ残りや賞味期限が迫った品を求めるためです。 そんな外国人との共生を私たちは提案しています。なぜか今回の所信表明では触れられなかったようですが、外国人労働者の受け入れ拡大は現在進められている重要な政策です。実際に配偶者や子どもを帯同することができる特定技能2号を拡充しました。日本人並みの労働の自由があり、 配偶者や子どもの呼び寄せもできる永住者も着実に増加しています。これにより、働く者だけが短期間滞在して帰国する回転ドア型の外国人労働力から、長期にわたって滞在する外国人が増加するのは間違いありません。もはや、外国人労働者が日本で長く暮らすがスタンダードになりつつあります。その結果 配偶者や子どもも含めて日本社会に溶け込んでもらう共生社会を実現しなければならないのです私たちは特に日本育ちの外国人は日本にとって極めて有力なサポーターになり得る存在でありその教育は極めて重要と思っていますしかし日系の外国人が多いあるエリアでは 義務教育にに学でききてていないいなななな子どもが大大量に指摘されるなど大きな課題となっています対策として、まずは義務教育を受けるための基本的な日本語の習得支援、その際は外国語を話せる教師の育成というマンパワーだけではなく、簡単な日本語教育のためのスマホアプリの活用も考えられますが、岸田総理はどのようにお考えですか。 さらに多様化する外国人と地域社会を結びつけるために、JICA など、海外での生活経験のある日本人の活用など、これまで以上に共生社会実現に向けた対策の拡充が必要ではないでしょうか。これらを地域社会がすべて担うのはさすがに厳しすぎます。外国人を労働力としてだけではなく、住民として 日本人と共生できる社会が実現できるよう、総理の積極的な答弁を求めます。所信表明で触れられていない、地方創生で大事な転職なき移住について伺います。町・人・仕事創生法法のの第1章第章条にはこの法律はこ律 我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京への人口の過度の集中を是正しとなっています。総理の目玉政策であるデジタル田園都市国家構想は、町・人・仕事創生のバージョンアップ版です。今回の所信表明では、一丁目一番地だった 東京一極集中の是正に言及がないのはどうしてでしょうか、お答え願います。デジタル田園都市国家構想で、キーワードの一つは、転職なき移住です。地方にいながら、大都市圏の仕事をリモートワークで行うということで、東京一極集中是正に資するものです。転職なき移住は、地方に移住する方に、 副業や兼業で地方で活躍してもらえれば、総理が所信表明で挙げられているオーバーツーリズム、農業のスマート化、グリーン化といった地域経済のさまざまな課題解決にも寄与できます。さらに、総理が推進するデジタル田園都市国家構想は、地方でのデジタル人材の不足が大きな課題です。が リモートワークに適している IT 人材の地方分散にも資するものです。もちろん、子育て世帯にとって、リモートワークによる転職なき移住は非常に有力なツールとなるでしょう。私たちは転職なく、転職なき移住のさらなる促進を提案をいたします。現状はコロナ禍の最悪の状況に比べ、 リモートワークは徐々に縮小しているにもかかわらず、転職なき移住を定着、促進するための国の施策は、残念ながら表彰制度とか、ガイドライン作成とか、情報提供にとどまっております。転職なき移住を定着、促進するためにもっと思い切った制度を創設してはどうでしょうか、総理の前向きなお考えを期待して、答弁を求めます。結びに 20世紀は戦争の世紀紀と言われています。20世紀は世は界大戦を終えた後半になって、20世紀らしい繁栄や成長を遂げてきました。さまざまな困難にある21世紀ですが、私たちが幼い頃思い描いてきた21世紀らしい日は必ず来ると信じて、代表質問を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。<laughs> <laughs> 岸田文雄内閣総理大臣。 小川幸人議員のご質問にお答えいたしま,す、えー、まず、山田文部科学大臣政務官兼復興大臣政務官の任命責任についてお尋ねがありました。山田政務官については、昨日、森山文部科学大臣に対し、大臣政務官の職を辞したい旨の申し出があったことから、内閣としてこれを承認し、 公認に本田明子参議院議員を充てることを本日決定いたしましたこのような事態に至ったことは誠に遺憾であります私自身任命責任も重く受け止めております私自身先頭に立ち内閣として緊張感を持って先送りできない課題に全力で取り組み国民の信頼回復に努めてまいります インボイス制度についてお尋ねがありました。インボイス制度については、軽減税率の導入が決まった際、その導入からさらに4年間の準備期間を経た上で、開始する旨が法律で定められており、この法律の規定に基づいて、本年10月から開始されたものです。政府としては、これまでもその円滑な導入と、 定着に向け税制上の特例措置や各種補助金など事業者の立場に立ってさまざまな支援を行ってきたところです引き続き政府一丸となって制度の施行状況等をフォローアップするとともに事業者の立場に立って柔軟かつ丁寧に対応してまいります 所信表明演説の結果をお示ししてきたとの発言についてお尋ねがありました。政権発足から2年、何十年に一度と言われる事案が次々と直面する中で、単に議論するだけではなくして、政治の役割として決断し、結果を出すことを重視してきました。具体的には 戦後最も厳しく複雑な安全保障環境を踏まえ、昨年末に防衛力の抜本的強化のための新たな3文書、閣議決定をし、戦後の安全保障政策を大きく転換いたしました。また、ロシアによるウクライナ侵略により、生じた世界的なエネルギー価格高騰を踏まえ、 国による20兆円規模の大胆な投資を呼び水とした150兆円規模の GX 投資や、成長志向型カーボンプライシング構想の実現を含む GX 実現に向けた基本方針を閣議決定し、エネルギー政策を転換いたしました。また、若年人口が急減する2030年代に入るまでが、 少子化傾向、傾向反転のラストチャンスであることを踏まえ、前例のない規模で政策強化を図った子ども未来戦略方針を閣議決定し、当面の集中的な取り組みを進め、我が国の子ども1人当たりの家族関係支出を OECD トップのスウェーデンに達する水準といたします。このように時代の変化をつかみ取り、 大きな政治的な決断をしてきたことを念頭に結果を示してきたと演説をいたしました個別の政策の具体化に当たっては可能な限り目指すべき将来像スケジュール等を国民に分かりやすく発信をしてまいりますサービス業の供給力強化についてお尋ねがありました えー、人手不足に悩むサービス業だからこそ、えー、供給力の強化が重要であり、小、え、人、ー、化・省力化投資をはじめ、えー、DX の推進、AI の活用、新しいスキルに対応したリスキリングなどを通じた生産性の向上、これが有効であると考えています。併せて賃上げ費用等の価格転嫁の実現が重要であり、 政府ととしししててっかりと支援をしてまいりますますた、ラーメン店などの飲食サービス業を含めた中小・小規模事業者が、こうした取り組みに挑戦することをきめ細かくサポートする相談窓口の体制などの充実に努めてまいります。それと合わせて、こうした供給力の強化の取り組みが効果を上げるまでの間、 エネルギー価格の激減緩和措置や、重点支援地方交付金を通じたきめ細やかな支援、また事業者のニーズに合わせた柔軟な資金繰り支援、こうした対策を講じてまいります。20歳代の若者向けの支援策についてお尋ねがありました。若者への支援については、 雇用の安定を図り、経済的基盤を確保することで、将来にわたる展望を描けるようにすることが重要であると考えています。リカレント教育をはじめとする学び直しについては、無料の公的職業訓練や、教育訓練給付などの施策によって、支援をしてまいります。そして、こうした取り組みに加えて、 三民一体の労働市場改革などの生産性を引き上げる構造的な改革を進めることで、若者も含めた持続的な賃上げを実現してまいりたいと考えています。外国人の共生社会の実現についてお尋ねがありました。昨年6月、外国人の共生社会の実現に向けたロードマップ、決定をいたしました。これにに基づき具体的には 学校において、母語が話せる支援員の配置や、翻訳システムなどの ICT の活用など、日本語指導に取り組む自治体への支援、また国内外の多文化共生に精通した国際協力推進員等の活動推進、こうした取り組みなど、日本語教育の取り組みや、 共生社会の基盤整備を含め外国人との共生社会の実現に向けた取り組みを着実に進めてまいりますそして地方創生についてお尋ねがありました地方創生についてはま地方から成長を目指すデジタル田園都市国家構想の下地方移住や企業の地方移転の推進 デジタル交付金を活用した地方創生に資するリモートワークや、転職なき移住の推進など、こうした取り組みを進めてきました。まあ、こうした取り組みをさらに加速し、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会を実現することで、東京圏への過度な一極集中の是正を図っていくことが重要なこと、これは言うまでもありません。このため 観光や農林水産業の振興、また地域におけるデジタル人材の育成、地域交通の維持・確保、そしてご指摘の転職なき移住などの取り組み、これをさらに加速するべく、今後取りまとめる経済対策においても、必要な施策、盛り込むこととしております。地方こそ日本のの宝底力であるとの強い思い思を 地方創生を進めることによって、しっかりと示していきたいと考えております。